トヨタ TF-102 は、トヨタが2002年の F1 世界選手権に投入した、フォーミュラワンカー。トヨタが実践用に開発した、最初のマシンである。デザイナーは、グスタフ・ブルナート・ダゴローラー。ドライバーは、前年度にテストを担当したミカサロとアラン・マクニッシュ。2002年フランスグランプリで、アラン・マクニッシュがドライブする TF-102 トヨタは、F1 参戦前に、 TF-101 でテストを重ねたが、パフォーマンスが不十分であると判断して、計画を修正。TF-101 をデザインしたアンドレ・デコルタンツとの契約を解消し、ミナルディから引き抜いたグスタフ・ブルナーに、新車の設計を任せた。ブルナーは2001年5月に着任してから、急ピッチで TF-102 を完成させた。TF-102 はコンベンショナル長い観で、 TF-101 よりも空力が考慮されていた。ブルナーは2001年11月の発表時に2001年のテストカーは我々が望んでいた結果を示した。この新型車は最新の技術を反映しテストカーよりもはるかに競争力を持っていると語った。カラーリングは TF-101 と同じくトヨタのコーポレートカラーである赤と白を基調とするが 白いキャンバスを赤い絵筆で,でなぞったような抽象的なデザインになった。F1 デビューイヤーとなる2002年、チーム代表のオベアンダーソンはシーズン初めに学習の年であるだろうとし、車の性能は十分な信頼性から楽観的に見ていると語った。デビュー戦のオーストラリア GP では、ミカサロが6位に入り、3戦目のブラジルでもサロが6位に入った。日本グランプリでは、 アラン・マクニッシュが土曜の予選セッション時 130R においてコントロールを失ってコースアウトしバリアーに激突した。TF-102 はバリアーを引き裂いて完全に破壊されたがマクニッシュは大事に至らなかった。この事故で TF-102 のシャシーの堅牢性が証明された。シーズンの獲得ポイントは2コンストラクターズランキングは10位だった。ありがとうございます。